はい。はい、えっと、今日は中間文春の一番新しい号の池上明さんのコラムをご紹介したいんですが、はい、池上明のそこからですか。うん、あの、まあ、安倍内閣の新三本の矢、これを取り上げてるんですけれども、あの、前の三本の矢については、総括としてあまりうまくいっていないということを池上さん語った上で、新しい三本の矢について解説してくれています。この三本の矢、希望を生み出す強い経済、それから夢を紡ぐ子育て支援、 そして安心につながる社会保障。これが三つ新しい矢なんですが、一つ目、強い経済。昨年度490兆円だった GDP を2020年度には600兆円にするというものですね。わずか5年という短い期間で GDP を2割も増やす。そのためには毎年3%以上の経済成長率、高い経済成長率を 達成しなくてはならない。はい、えこのところ1%行くか行かないかの成長率をそこまで伸ばすことができるのかということなんですが、うん、実はマジックがあると池上さんおっしゃるんですね。うん、GDP の算出基準、計算基準の変更。うんうん、あの、実は GDP は国連の基準に基づいて計算されているんですが、国連は7年前に基準を見直しています、すでに。で ヨーロッパ、アメリカも新しい基準に移行していて、日本はようやく来年の末に変更すると。 で、例えば、企業の研究開発費。これまでは経費の扱いだったんですけれども、今後は付加価値を生む投資になって、GDP に付け加えられることになったと。<ー>で、例えば、今年度の GDP の見込み、504兆円なんですが、新しい基準だと、これに自動的におよそ20兆円が上積みされる。524兆円。あじゃ、ちょっと600兆円見えてくるかなということなんですね。ね解釈を変えるってことなんですね、はいまあ、池上さんは数字の で、二つ目、子育て支援なんですが、え去年、1.4だった出生率を、2020年代半ばには1.8にまで上げようと。で、日本の人口1億年キープしようという方針なんですね。で、ここの1.8という数字、希望出生率。ちょっと聞いたことがない。 名前なんですが、うん、これは結婚して子供を産みたい人の希望がもし叶えられた場合の出生率ということで、うん、2010年の調査で夫婦の予定子供数の平均がおよそ2人 2>、うん、独身女性の結婚希望率およそ90%、これを掛け合わせて、既婚者分、でに結婚している人の分を勘案,案して1.8という数字が出てくる。あくまでも、その今、 生活している人の希望がその通り叶うんだったら1.8になりますよと。それをバックアップするのが政府ですよということなんですね。で、出生率を何パーセントにするという打ち出しをすると、出産を国家が管理するのかという、そういう批判が生まれるので、こういうやり方をしているという言い方。はい、うん。でも去年の1.4というのは実は、段階の世代の子供たち、段階ジュニアが出産適齢年齢に達していたからなので、一時期が減少に、 とどまる可能性が高いので、うん、今から30年前の水準の1.8、相当難しい高い目標だと。うん、で、最後に、介護離職ゼロという目標が社会保障で挙げられておりますが、うん、あの、年間10万人親の介護のために仕事を辞めざるを得ない人、今出ておりますけれども、うん、介護施設を確かに増やすと、離職する人は減らせるんでしょうけれども、そのためには莫大な財政支出、支出が必要になってくる。その具体策は今のところ、 ないと、うん、でこれらの新しい3本の矢と称される政策は3つの的を示しているだけで、うんうん、これを新3本の矢と称するのはそもそも的外れという,ふうにその前にもその前端ではあの今のは新3本の矢でしたけど、はい、前のね3本の矢についても、うん、あのこう。 志が届かないままうん、うんあ、矢は的より手前で落ちてる、前の矢はみんな的より手前で落ちてるというふうに、安倍内閣が前の3本の矢の総括をしないんで、うん、私が代わりにしてあげますと言って、総括しつつ、はい、なかなかうまくいってませんよということを池上さんはおっしゃっていますなるほどね、すごいわかりやすいですね。はい、はい その前の新3本の矢のうちの1本ですけどもね、まあ、消費者物価をこうね2%まで上げるんですか 2>, 2年で2%、これは実質的に目標は4年に先延ばしになってますけどき、ねはいはいえー、今日の新聞ではの社説だ、GDP マイナス、うん、この道はどこへ続くというふうに社説が載っておりま景気の足踏みがついておりまして、昨日発表された7月から9月期の実質国内総生産 G、GDP、うん。うん 二、えー、2期連続となるマイナス成長。7月9月期の GDP は物価の影響を除いた実質で、えー、前の3ヶ月より年率換算で0.8%減ってしまったんですね。さっき申し上げた600兆円にするには名目で年3%以上の成長がなければいけないんですけれども、えー、今回は、今期はマイナス、2期連続マイナスと。 いうことになってるんですね。うんうん、まあ、7月9月期は名目でも、年率0.1%の成長にとどまっているので3、3%以上とは相当開きがある。これさっき言ったように、基準を変えたところで達成できるのかどうか、ちょっと疑問、うん、ね。めちゃめちゃ闘争ですけどね。まあねあまあ、目標はね、掲げるしかないかもしれないけど、うんうん、前の3本の矢はね、ちゃんとやっぱしどこまでどうなってるのか、やっぱりしこう、こうなってますっていうのはね、うん あのまあ、志半ばとは言ってるけれども、どういう具体的なこともちゃんと言ってからやってほしいっていうふうに、んまあ、池上さんは注文つけてるわけで、ね、そうですねあの、東京新聞に具体的な数字が載ってるんですけれども、例えば安倍政権が始まる前と今を比べると、うん、例えば資本金1000万円以上の全産業の企業の内部留保、うんはい、272兆円から342兆円、うん、70兆円も。 ダブついてるお金が増えているんですよね。えー、ところが、その貯金ゼロ世帯の割合は26%から30.9%、5%も貯金ゼロの世帯は増えてると。で、生活保護受給世帯も6万世帯も増えてると。 企業はすごい儲かってるのに、生活保護は増え、貯金ゼロ世帯が増えということで、ちょっとこう、開きが出てきちゃってるっていう数字が、東京新聞には載っております。うん、この中にはほら、中国の方がね、日本に来て爆買いしてるから、大きくはい、はい、うん ね、儲かってるところも。そうですね。たくさんあるはずなんだけども、はいえー、こう、日本全体の、なんか、えー、消費税、増税した後の消費は伸びてない。そうですね。っていうのが。で、<か>失業率も下がっているんですけれども、うんうん、ただ、えー、正規の社員の人は数字を減らしていて、 非正規の方は数字をぐーんと伸ばしていると。単純にその失業率が減ったと言って喜んでいられる数字でもないということですね。はい。はい